カルダノエイダーは次の仮想通貨バブルでも跳ねて送り人が急増するのか、今回はそれについて特集していきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産増やしたい方はチャンネル登録お願いします。はい、先日ね、僕が2024年注目の仮想通貨7000ということで挙げたんですけども、そちらにね、カルダノエイダーが入っていないと、カルダノは入れた方がいいんじゃないかみたいなね、コメントが少し来たので、まあそれについてね、ちょっと回答するような動画にしたいと思ってます。でカルダノは、どういうコインかっていうのを、まあ簡単に言うと、あと僕の意見とか、あと最近のカルダノについてね、正直なとこ話して、まあちょっとチャート見ていこうと思うんですけども、まあ入れなかった理由はですね、まあ7000あるうち、まあ、この動画で、まあ、上げたコインに比べるとですね、ちょっと一段ね、期待値として僕は下がると思ってるんですよね。カルダノはですね、まあ、時価総額が今ね、まあ、コイン月光とかで見たら9位ぐらいで、まあ、メジャーアルトということはあるんですが、なんか最近ね、そんなに開発されてるようなニュースとかもあんまり出てこないんですよね。例えば、イーサリアムがどんどんアップグレードしますとか、ソラナがアップグレードします。ソラナとイーサリアムが、こう、互換性を持つようになりましたとか、そういう話に比べると、カルダノに関するね、なんか目ぼしいニュースってね、ここ1年ね、あんまないんですよ。で、実際カルダノとかを、例えばメディアとかで検索しても、まあ、チャート分析とかの話ばっかりで、本当にね、全然、目ぼしいニュースが出てこないので、ちょっとチェックしてみるといいと思います。で、カルダノが日本人に人気なのは、まあ、日本の取引所に上場してるのと、作った創業者の一人が日本人なのと、まあ、最初にエアドロされたのが、まあ、日本からだったとかって、いろいろ、まあ、日本と結構ね、もともと親和性があるので、まあ、日本で、人気なのはわかるんですが、まあ、ちょっとその、中立的な観点でね、まあ、ソラナだとか、イーサだとか、まあ、その辺と、ちょっと比べてしまうと、若干なんか、存在感薄くなったかなっていう意味で、まあ、入れなかったんです。ただ、まあ、メジャーコインではあるし、当然バブルが来たらそれなりに跳ねると思うので、別に投資価値がないとは思ってるわけではないんですよね。で、カルダノのチャートはこんな風になってまして、まあ、2017年の終わりぐらいに登場して、まあ、その時も一番の仮想通貨バブルだったので、まあ、一気に跳ねてね、1.2 ドルとかまで行きましたね。で、その後、まあ、大暴落して 0.03 ドルぐらいまでずっと2020年ぐらいずっとこう底を張ってたような動きだったんですけど、まあ、2021年の仮想通貨バブルが来たら、まあ、やっぱりね、メジャーコインの一つとしてはかなり跳ねまして、まあ、3ドルまで来ましたということで、まあ、大底が 0.03 ドルで、マックスが3ドルぐらいなんで、まあ、前回のバブルでも 100倍ぐらいは行ってますので、まあ、そういう観点からしても、まあ、今回も結構上昇率はいいのかなという感じはするんですね。で、直近ね、直近のバブル崩壊の安値が 0.2 ドルぐらいなので、そっからまあ100倍とかになったら、まあ20ドルとかいきそうなね、雰囲気もするんですが、そこはでもね、ちょっと、もうちょっとこう、厳しく見てあげた方がいいかなと思ってて、逆にちょっと下落率が高いですよね。そのビットコインとかに比べると、やっぱりバブル崩壊してからの下落率高いです。0.03 ドルから、上げて、バブルが来て、天井来て 0.2 ドルまで落ちるってことは、まあ90何%下落してしまってるわけですよね。で、ビットコインとか、イーサリアムとかは、まあ、せいぜい70何%か80何%下落で留まってるので、まあ、そういうものと比べると、バブルが崩壊した後の、下落は結構厳しいものがあったということなんですよね。で、そうしてくると、じゃあ次のバブルが来た時に、この3ドルっていうね、使用された金を超えるかどうかっていうところなんですけど、超えるとは思うんですが、まあ、超えないという可能性もちょっと考慮しておかなきゃいけないコインなのかなと僕は思ってるんですね。うん、で、例えば直近2023年のチャートとかでも言うと、まあ、0.2 ドルぐらいが大底としても、2023年の最高値 0.64 ドルなんですよ。だからそんな上げてないですよね。2倍ちょっとぐらいしか上げてないです。大底がね 0.23 とかなので、3倍も上げきれてないんですよね。で、ビットコイン3倍になりました。イーサリアも3倍になりました。ソラナ9倍ぐらいになりました。とか比較すると、23年の、まあ、上昇率が割と低いんですよ。そうすると23年現在ではあんまり期待されていないっていう感じもする。さっきその僕は存在感が薄くなったっていうのも言ったと思うんですけど、まあ、そういう雰囲気もしているので、前回のバブルみたいに大底から100倍とかにはならないんじゃないかなと思ってます。ただ、まあ今 0.6 ドルぐらいで、まあ最高値が、まあ、
3ドルぐらいなんで、まあ、5倍上げたら史上最高値更新って考えると、まあ、最高値の3ドルぐらいはまあ超えそうなんですけど、大底から100倍の20何ドルとかっていうのはちょっと厳しいんじゃないかなっていうのは思ってます。だからちょっとその辺踏まえて皆さんも、まあ、新しい、完全に新しくて前回のバブルの時になかった、まあ、アプトスとかスイとか、そういうコインありますよね、まあ、オーディナルズとかね、まあ、そういうコインに入れるのか、それとも前のバブルもあったとかね、カルダノに入れるのか、まあ、ちょっとその辺は考えていけばいいと思います。ただまあメジャーコインであるので絶対バブルが来たらかなり上昇はしてくると思いますので、まあ、その辺考えていけばいいんじゃないかなと思います。はい、今日の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。